シュゲコ映画劇場はかつて存在した日本の映画館である。1915年にシュゲコ富士館として開業第二次世界大戦中の一時期、シュゲコ小畜映画劇場と改称、地下にシュゲコ地下映画劇場を併設したが、戦後は地下を閉じ、表題の完名に改称した。1970年頃閉館、富士館時代の関東大震災直後に、 牧野肖像の牧野映画製作所が大手にパージされた際に全国公開の一番手を引き受けてこれを救い坂東つまさぶろうの初主演作先決の手形を全国に先駆けて公開し同社作品の全国一番館となったこと等で知られる北緯35度41分43.4秒統計139度41分26.0秒 茨城県出身の人物、南川達次郎が、1915年、25万円の資本を投入し、まだ軍部であったが、すでに繁華街となっていた東京府豊玉郡、淀橋町柏木191番地に、茂子富士館として開業した。同年発行の、キネマレコード第4巻第38号に、深新宿の映画館として、新宿館と共にリストアップされた。 1923年9月1日、関東大震災に被災するが、急ピッチで復興を進め、新宿武蔵野間が復興した同年10月6日の3日後の同月9日には、開館することができた。その頃、震災の混乱に乗じた、日活の横田栄之助が、他社に呼びかけ、同年6月に、日活から独立した、牧野肖像の牧野映画製作所を中心とした、 独立プロダクションを排撃する動きに出たが、その時、牧野作品の新作を全国公開の一番手として引き受けたのが、独立自主工業を行っていた同館であった。同館復興の一週間後の同月17日、先決の手形前編、同月26日にはその後編を公開、同作は、坂東つまさぶろの本格的初主演作であり、それを、 日本で最初に上映することができた。震災前までの牧野作品の全国公開の一番手は、高松と四次郎が経営する浅草公園ロック、大東京であり、1926年1月には一番手は大東京に戻ったが、その後も同館は牧野上映館として残った。1925年に発行された日本映画年間大賞13.4年によれば、 同年当時の同館は、東亜キネマ、帝国キネマの方がの専門館となっていた。日本映画事業総乱昭和5年版によれば、同年当時の同館は、当時の観客定員数は552名、工業系統は日活に変わっており、経営は南川達次郎の個人経営、支配人は石川二太郎であった。トー,ーの時代に入り、1939年、 松竹が同館を買収して直営化し、茂子松竹映画劇場と改称した。その後、第二次世界大戦が開始され、1942年には戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給により、すべての映画館が、紅系、白系の2系統に組み入れられるが、松竹の経営のもと、 白系の配給系統に入った。同年当時の同館は、当時の観客定員数は430名。支配人は、あまり福吉が務めており、また、同館の誓いに、観客定員数は209名の茂子地下、映画劇場を併設した。当時、茂子坂とその近辺には、東横茂子坂映画劇場、新宿電機関があったが、空襲による消失後、 戦後は復活しなかった。終戦後は、しばらくは修ゲコ小畜映画劇場としてあり、当時医学生であり、後に小説家となる山田風太郎が1946年の日記に、同館、修ゲコ小畜をしばしば登場させ、愛より愛へ、歌方の恋、歌丸をめぐる5人の女を同館で鑑賞した旨の記述が残されている。正確な時期は不明であるが、 1950年代には、シゲコ映画劇場に改称している。上野昇氏によれば、1960年代には、関東無宿等の日活の新作も公開されたが、基本的には、日本映画の二番館として、豊富に見ることができる場所であったという。1970年頃に閉館した、映画年間別撮映画便欄には、同年頃まで、同館の名が掲載されている。 現在でいう東京都道、埼玉県道4号東京所沢線の梅、街道沿いに位置し、道館の正面には、定時路、主下古天神した交差点があり、そこを起点に、東京都道新宿副都心12号線が南へ、伸びている。道館の跡地は、山口銀行となった後、再開発が行われ、2003年2月に、地上9階、 地下1階建ての西新宿 TK ビルが竣工し、現在に至る。坂東つまさぶろう第1回主演作、先決の手形を日本で一番手に封切ったのが、同館である。日本映画データベースに掲載された作品のうち、同館が全国公開の一番手として位置し、公開館として特筆して記録されている全作品の一覧である。べて制作は、 牧野映画製作所当時院撮影所、配給は牧野キ,キネマであり、すべて1923年から1924年の間にシュゲコフジで公開された作品である。全国公開の一番手以外の位置づけでの上映作品は膨大であるため省略した。公開日の右側には東京国立近代美術館フィルムセンター、 松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。ありがとうございます。